伊豆半島東方沖地震とは2006年4月21日午前2時50分に伊豆半島東方沖を震源として発生したマグニチュード5.8の地震。この地震に伴い気象庁が発表する緊急地震速報において予測震度を最大震度7と実際に観測された震度を大きく上回る震度で発表された。 ユスグスによる震源の位置2006年1月頃から M1.0 前後の微弱な地震活動が観測されていたが、同4月17日頃から顕著な有感地震が発生するようになり、4月21日に最大規模な本地震が発生。4月30日には M4.5、5月2日に M5.1 等の地震も発生している。この地震の震源断層は、 南北に約4キロメートル幅約6キロメートルで東側に75度傾斜する左横ずれ断層であり平均滑り量は約0 7メートルと分析されている発生日時新大一深さ規模は以下の通り本震の約5分後に海洋研究開発機構の初島沖新海底総合観測ステーションで乱泥流が観測されたが この乱泥流の原因は海底地滑りと考えられている100丸以上を観測した地点の加速度を示す。東京大学地震研究所が伊藤市立府都小学校に設置している地震計が計測震度5.7を観測していた。さらに防災科学技術研究所が伊豆市主善寺町に設置している地震計も計測震度4.6を示していた。東伊豆町は 揺れ方や地盤の軟弱さから震度5弱相当の揺れであった可能性があるとされた。緊急地震速報の第1報から第7報までは実際と同じ伊豆半島東方沖を震源地として推定 M5.7M6.0 最大震度を5弱5強とする情報で推移していたが第8報から突如震源地を静岡県東部推定 M6.2 最大震度7の情報を発表した。その後の調査により、本地震の直前に小規模地震が多発していたために、震源の正しい特定ができなかったことや、一部プログラムにミスがあったことが原因であったと発表された。4月30日13時10分頃発生、M4.5 期間、2006年4月17日から5月12日勇敢地震は49回。 無感地震は3009回に及び、震度1以下の微弱震動は200回を大きく超えた。一連の地震活動の収束後も、震度1程度の地震が稀に発生していた。ここでは、収束半年後から2年間の伊豆半島付近を震源とした主な地震について掲載する。陸上には、気象庁や防災技術研究所の地震観測施設が設置されている。 また、東京大学地震研究所は1993年から伊豆半島東方の海底にケーブル式の海底地震計を設置し近く活動を常時監視している。ありがとうございます。